スーは、シカゴのフィールド自然史博物館に収蔵されている、ティラノサウルスレックスの標本、FMNHPR2081 に付けられた、あだ名である。スーは、現在知られているティレックスの標本中、90%以上、残存と、最も保存状態が良く、スコッティに次いで2番目に大きい標本でもある。1990年8月に古生物学者のスーザン、 ヘンドリックソンによって発見され、彼女のあだ名から数と名付けられた。所有権をめぐる法廷闘争の後、1997年10月にオークションにかけられ、フィールド自然史博物館が760万ドルで落札した。これは、化石標本に支払われた金額としては長らく史上、最高額だった、ブラックヒルズ地質学研究所1990年夏。 ブラックヒルズ地質学研究所の研究者たちは、サウスダコタ州のシャヤン川インディアン居留地で調査を行っていた。下旬にエドモントサウルスの化石を発見し、調査を終える準備に入っていたが、8月12日にトラックのタイヤがパンクしてしまい、町で修理しなければならなくなった。調査員の一人、スーザン・ヘンドリクソンは、 調査団が調べなかった近くの崖を探索することに決めた。崖の近くを歩いていると彼女は小さな骨のかけらをいくつか見つけた。彼女は骨片ペ2点をキャンプ地に持ち帰り研究所所長のピーター・ラーソンに報告した。ラーソンはその骨がティーレックスのものであるとすぐに見抜いた。調査団はヘンドリクソンが骨を見つけた崖をくまなく調べ、間接した。 脊椎骨を含む多数の骨を発見した。調査員の何人かは調査から帰還しなければならなかった。ヘンドリクソンを含む残った調査員は石膏を追加注文し調査を続行。その結果この T レックスの化石はその大部分が保存されていることが分かった。それまでに知られていた T レックスは保存率が半分以下の標本ばかりだったので、 調査員たちは皆興奮した。そして最終的な残存率は90%以上と見積もられた。古生物学者たちは、数は死後すぐに泥に渦漏れたため、他の動物たちによる死体の損壊から免れたと見ている。骨の大きさと保存状態も驚くべきもので、頭蓋骨は約1.4メートルあり葉も大部分が残っていた。 発掘された化石は保護のため石膏に包まれ、ブラックヒルズ地質学研究所でクリーニングが行われた。フィールド博物館のクリーニング室に置かれた化石化石の発見からほどなくして所有権をめぐる法廷闘争が発生した。研究所は土地の所有者であるモーリス・ウィリアムズから許可を得ており、5000ドルを支払って化石の発掘に取り掛かった。しかしウィリアムズは後に、 研究所から受け取った金は、化石自体の所有権を手放すものではなく、あくまで発掘の許可をするためだけの金であり、化石の所有権は自分たちにあると主張した。1992年、FBI とサウスダコタ州兵は、発掘地の強制捜査を行い、その場にあった化石を接収した。行政府は、化石をサウスダコタ工業技術学校に移し、 法廷闘争が終了するまで同施設で保管した。長期の裁判の後、ウィリアムズ側の主張が認められ、1995年に化石が返還された。ウィリアムズは化石を売ることに決め、サザビーズでオークションに出品した。多くの研究者は化石が私的な所有物になり、公開されなくなることを危惧していた。後に所有者となるフィールド自然史博物館も、 この可能性を懸念し、数の購入を検討した。しかし資金調達に難航し、会社や個人に支援を要請した。カリフォルニア州立大学、ウォルトディズニーパークスリゾーツ、マクドナルド、ドナルド・マクドナルド・ハウス、そして多くの個人が博物館の要請に応え支援を行った。年月日、開始価格万ドルでスタートしたオークションは、 フィールド博物館が760万ドルで数を競り落とし終了した。サザビーズへの手数料を含めた総額は836万2500ドルである。側面から見た数の全身骨格フィールド自然史博物館は壊れやすい化石を安全にシカゴまで輸送するため専門の業者と契約1997年10月に化石が博物館に到着した。 マクドナルドの援助によって、博物館とディズニーワールドの2カ所に研究所が設立され、ここで数のクリーニング作業が進められた。クリーニングが終わると、今度は博物館で高精度の写真撮影が行われた。研究者たちは各骨の撮影と検討に加え、いくつかの骨を CT スキャンにかけた。頭骨は大きすぎて、医療用 CT スキャナーが使用できなかったため、 ボーイングの研究所が所有するスペースシャトルの部品の点検に使用している大型スキャナーを使用した。一連の作業終了後、化石は組み立てのためニュージャージーに運ばれた。この作業では鉄骨を折り曲げたマウントを作り、そこに骨を組み込んで生きていた時の骨格が再現された。頭骨だけは歪みのためオリジナルの化石が使えず、 代わりに歪みを取り除いた状態で再現したレプリカが取り付けられている。オリジナルの頭骨は研究用に出し入れができる大型ケースに収容され展示されている。骨格が組み上がった時、頭の先端から尻尾の先端まで12メートル、腰までの高さは4メートルであった。完成した数の骨格は2000年5月17日から一般公開され、 初日だけで1万人が来館した。2017年8月30日、博物館は数の展示場所を変えることを発表した。2018年2月に一旦撤去し、1年後に博物館2階の新しい展示場所で公開すると、している。数及びその他のティラノサウルスと人間の比較数の全長は12.3メートル。 腰までの高さは3.66メートル、体重は8.4から14トンと見積もられた。かつてはティラノサウルスの標本としては最大とされていたが、2010年代にスコッティにその座を譲ることになった。骨の精密検査の結果、数の死亡時の年齢はおよそ28歳で、これは2013年にトリックスが発見されるまでは最高齢だった。 数の骨には至るところに病変があり、生涯にわたって数多くの怪我や病気に苦しんでいたと考えられている。右肩は獲物の抵抗のためか肩甲骨を負傷しており、肋骨も三本折れていた。この怪我は治癒ンがあり、受傷後も数が生存していたことを示している。左の皮骨は右のそれの約2倍に肥大しており、何らかの感染症の結果と見られている。 頭蓋骨全部にある無数の穴は交渉と見られていたが、最近の研究で鳥類に見られる取りこもなす症と関連付けられている。尾骨のいくつかは不傷のため関節炎を起こし、融合していた。また数は生前痛風に苦しんでいたと見られる。直接の死因は不明。2005年3月19日から2006年3月31日まで。 国立科学博物館など4つの会場を巡回し、開催された恐竜博2005において、数の全身レプリカが展示された。さらに、フィールド自然史博物館での数公開5周年と、日本でのレプリカ展示を記念して、実物化石1点が特別に貸し出された。2013年3月より、北九州市立命の旅博物館で、全身骨格のレプリカが、 スタンのレプリカと共に常設展示されている。ありがとうございます。